じゃあ、はい、3つ目のキーワードに行きたいと思います、はい、音楽と漬物と小麦粉カレーとということでですね、白下さんにね、はい、いやまだ2年なんですよ、その後も分かんないですよ、まだお勤めされるかもしれないんだけど、将来的に何かこうやってみたいこととかありますかって伺いますと、このキーワードが出てまいりました。あ、そうですね、はい、この前北海道新聞さんに取材していただいて、その時にも答えましたけど、うんうん、はい、音楽で食べてい いければこんなに幸せなことはないですよね。それにまつわるいろいろ大変なこともありますけど、はい、とにかく音楽をやっていって、うんうん、それを糧にして生きていける、経済的にも生きていける、はい、ただ僕はラジオ局にもいたし、福士さんと同じその音楽業界の近くにいたんで分かるんですけど、食べていくことって 98% の人間は無理なんですよ、うん、ごくわずか残された人間がラッキーだったり、でも本当のラッキーってないから、何かの理由で、はい、こうやって音楽をこうやってっていうか、その方たちが続けていかれると、うん、僕それができたらそんなに幸せなことはないけど、うん、まあそれがなくても歌うことを続けていきたいというのがまず音楽、うん、はい、はい、好きだからやめるわけにいかない、続けていきたい音楽、はい、でそうですね、はい、漬物はこれはもう書かれてしまいましたけど漬物屋さんやりたいですよ。漬物を漬けるのがねご趣味なんです。意外でしょ、書かずにいられません。その中でも特になんですけど、はい、他はあんまり開発してないんですけど、ニシン漬け、ニシン漬けを僕ね、川村道夫さんってご存知ですか。はいはいはい、川村さんの番組のプロデューサーやってたんですよ。あ、なるほどなるほど。その頃から急にニシン漬けを、はい、今年も漬物レシピが出る季節になりましたなんて言って、やってたんですけど、そうだそうだ、はい、それで作ってされてましたね。で食べていて、うん、でいろんな人から話聞いて、あ、待てよ、ちょっとこれ道夫さんのレシピに、生意気にもこんなことしたらどうなるかなっていうのをやって、今5年目ぐらいなんです。これも、村田さんとライブやってて同じぐらいですね。5年目ぐらいです歌いながら家に帰って漬物を作って、でこれがかなり美味しくてね、あっちこっちで評判がいいんですよ、まあ、有名な人だとね、はい、六門線の及川光平さんね、ほう、僕 の漬物を絶賛してくれる人、それからね、スタジオジブリのトトロの背景を描いた小川和夫さんそれ小川さんは秋田の人だからちゃんと漬物の味は分かる、はい、なるほど、そうか。 あとは TBS のドキュメンタリーなんかをやってらっしゃる、大プロデューサーの知り合いの方とか、味見をされる方もまた一筋縄にはいかない方ばかりですなんかね、皆さん季節になると待ってらっしゃるんですよそうなんですか、白下にしん漬けを。そうなんですよ。だからね、僕がちょっと今思ってるのは、今買い物難民っているでしょ。音楽からずいぶん離れちゃうけど、はい、お年寄りだけが多い町があるでしょ、そこに許可を取って、はい、移動カーで販売をして、うんうんうん、食品を売って、僕の作った漬物と、うんうん、それから小麦粉カレーを販売して、はい、で休み時間には CD かけて、はい、マイクさせて歌おうかなと。これ面白いなと思う。じゃあこれラッピングした車で音楽こう流して、この曲が来たら、はい、日清漬け来たなって、これ販売カーにしたらいいじゃないですか。マックザナイフからこう流して、ね、いや本当すみません、ひどいこと言って。でもね、ミュージシャンなんか、ミュージシャンでございます、ジャズシンガーでございます、レコーディングしましたなんてね、そんな話だとね、気取った野郎だね、この野郎とかね、最初僕に対して思っていたイメージと同じだと思うんですけど、そんなことないですけど、結構業界だし透かしてんじゃないみたいなね、はい、ちょっとイメージと違ったって話をしました。そういうふうにイメージを持たれますけど、はい、僕は歌を届けるとかっていうのは、そういうふうに、じいちゃんばあちゃんも含めてですね、はい、そういうところから入っていった方が、その音楽が本物になると思うんです。大きなレーベルがものすごい予算をかけて、はい、ものすごいプロジェクトチームを作って、はい、広告代理店が入ってバーンとプロデュースする、うんうん、それで売れる、うん、そういうものもあると思いますし、はい、秋元うんたらさんみたいにアービーみたいな、なんか何枚買ったら投票権が何枚だとか、はいはい、そういう小汚いことをやるのも、ね、はい、うん、あるし、いろいろですけど、音楽ってもともとそうだと思うんですよ、はい、また矢沢永吉の話になるけど、最初十何人しかいなかったんですから、A ちゃんがライブに行った時、その時彼が何て言ったかっていうと、みんなこの矢沢を見てくれ、これだけのお客さんしかいないところで歌ってる矢沢、みんなよく覚えててくれよ、俺ビッグになるから、
今日こんなお客さんしかいなかったの語り草になるからよろしくって言ったんです。へー。で彼は思った通りのことをやって、武道館100回超えてるんですよ。今やあんなね、押しも押されるのもせぬ、はい、ただそれははい、そういうふうになる人とならない人ともちろんいますし、うん、だから僕がなりたいとかじゃなくて、うん、そういうふうに地べたのレベルから音楽をやっていくことってすごく僕は大事なのかなって。何にも恥ずかしくない人の前でそうやってやることが、うーん、で言うなれば、はい、かえってそういう音楽をやりたいっていうふうに思ってます。はい、そうか、漬物の話から。でもやっぱり白下さんって根底にはそういう、はい、本当に熱いものが流れる白下さんなのね。いやでもね、本当に口ばっかりだなって言われないように、まあ、カレーが、はい、そう、もう一つその小麦粉カレーがね、はい、オイラは自慢だと自信があるとおっしゃるんですよ。今札幌これだけスープカレーですよ、はいはい、だけどやっぱり小麦粉カレーと言われると、はい、いわゆるあのカレーのルーでのあのカレーとまたちょっと違うものを言ってるのかな。その人自体前ですね、はい、実はね、はい、日本海の沿岸部なんかの漁師町なんかでは、はい、この SB とかのカレーの粉あるでしょ、うんうんうん、この後小麦粉を混ぜた、うん、このカレーしか食べないおじさんおばさんが今もいるんです。それはなんていうのかな、もともとそういうカレーで育ってきた人なんです、はい、カレールーはもう次の時代で、スープカレーなんていうとホワッツザットみたいな感じ、はい、でそれをテレビの仕事をしてる時取材に行って、はい、おじさんこれ誰から習ったのって、うちの孫ばあさんだっていう、孫ばあさんっていうのはおばあさんのこと孫ばあさんって言うんだけど、はい、でおばあさんが孫ばあさん、そうなんですよ。でひいばあさんはひいばあさんっていうらしいんですけど、はい、それはルモイの町だったんですけど、いいなと思って、うん、で懐かしいんだけど、うん、大して美味しくないんですよ、うん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 、美味しくないところが美味しいんです。美味しくないところが美味しい、そう、今の味付けみたいに美味しくないところが、はい、もう本当にもろカレー粉の味がふわーって小麦粉がなんか固まったようなこう香りがして、うんうんうん、非常に朴訥な作り方なんだけど、でちょっと味付けはするんですよ、さすがに、はい、醤油を入れたりとか、ちょっとだしの素 の, あ の,、はい、あの質のいいのをちょっと混ぜたりとかしますけども、アレンジもするんだけど、要はその当時の戦争前のライスカレーみたいな、そういうものを作って、はい、で食べる時には必ずウスターソースをかけるんですよ。でもうちもちょっと入れる合うんですよね、そうウスターソース、はいはい、でコップに水をなみなみと注いで大さじをこうやって入れとくんです。はあ、これで出来上がり。それお決まりなんですか、コップの水に。僕はそれ忘れてたんだけど、うちの娘が昭和の女と言われてるぐらい、はい、学校では有名な昭和好きの中学生で、なんでか知らないけど、その子が僕の目の前でやり始めたんですよ、はい、はい、こうだよね。で娘は誰に教わったんだろう、多分僕が忘れて、僕が言ったのか、なんか本で覚えたかなんかしたんじゃないですか、なんかでこうきっとカレーの、はい、彼女なりのこうセオリーを守ってというか、そうなんです、コップの水にスプーンを入れて、はいはい、他の人間がやらなくても一人でやってます。いいですね、そんな感じのカレーで、これを食べると、僕は男子校だったんですけど、うん、学食のものすごい美味しくないカレーを思い出すんですけど、あれほどひどくはないですけども、結構面白い味ですね。家庭的な感じ、家庭的な感じですね。家庭的な、昔の畳の間しかなとちゃぶ台しかなかった時代の家庭的な、あんまり辛さっていうよりはもうちょっとマイルドな、でもカレー粉は結構辛いですからね、はい、単純な味であり美味しいというですね、はい、なんか食べてみたいですね、漬物も、はい、その、小麦粉カレーも、まあ、今度どっかでその集まれる場所があるとね、うん、いいなと思いますけどね、うん、はい、それも一つ加えたらいいんじゃないですか、その将来の夢に、集まれる場所って今おっしゃいましたけど、はい、漬物と小麦粉カレー、はい笑っちゃいけない、それと音楽が流れるんです。あ、じゃあライブもできるみたいな、すごいですね、欲張っちゃいましたいやいいですね、人がそう交流してね、うん、何かビジネス的なことってやっぱり僕基本で捉えてるところがあって、はい、そこで人がつながってビジネスが生み出されるっていうことがとっても大事で、うんうん、はい、それが正しいあり方だと思うので、
うん、そういう場所が作れればいいなと思って、うん、今本当に知識もないのに iPhone を買ってる勉強したりですね。でもうお前のブログはいつ開設されるんだみたいな、ちょっと待ってみたいな。ブログもお持ちなんですね。いやこれからなんですよ。あ、そうです、これから、はい。そんなことを今やってるんですけどフェイスブックしかやってないんですけど、じゃあ、ブログができたらフェイスブックで PR しますよという感じで。そんな感じですよね。じゃあフェイスブックでちょっとチェックしていただければと思いますが、はい、よろしくお願いします、はい、皆さん友達になってください。いいですね、なんか札幌にいると城下さんに会いたかったら音楽のことを教えて、なんか相談に乗ってほしいとか、美味しいニシン漬け教えてとか、小麦粉カレーってどんなのっていうのを直接聞きに行ける場所、そして音楽も生で聴ける場所、はい、もしくはこう CD もね、はい、あ、もう一つあるじゃないですか、この昭和歌謡の白下楽団、あ、白滝ですね、あ、ごめんなさい、はい、昭和歌謡の白滝楽団っていうのがあるんですよね、はい、通称白滝でございますが、はい、7人バンドで、うん、ジャズをやってる人がほとんど大半なんですけどね、はい、僕は昭和の歌が好きで好きでね、うん、さっきのライスカレーじゃないけれど、うんうん、昭和だな、いいな、ちょっと歌ってみたいなということで、うん、1人誘って2人でフォークバンドみたいなことをやってたんですよ、うんうん、虹の地平を歩み出て、わかります、虹と雪のバラード、はい、はい、トワイモア、札幌オリンピックの歌とか、はい、そういうのをやってたんですよ、はい、今はもう秋とか ね、 いいですね、そういうのをやってたんですけども、はい、なんかもう周りのミュージシャンが、わー、紹介やってんの、やってんの、わー、ちょっと入れてよみたいな感じで、みんな好きなんだ、結構、瞬く間にですね、はい、7人バンドになって、時々ゲストが入ってバスへのサックスみたいなの吹いてるやん誰よりも誰よりももう兄弟サービスですね、とか、ね、なんかとか、山口百恵のロックンロールウィードとか、沢田研二のなんだっけ、プワッて吹くやつ、カサブランカダンディとか、うん、のいうのもやりますし、はい、盛り上がりそう、宴会盛り上がりそう、ジャズのライブよりここだけの話ですね、お客さんはね倍入りますそうですか、ご用命は城下さんまででいいんですか、あ、もうもう、あ、去年の夏もいろいろ地方のお祭りに行ったりですね、いろんなことを やりましたね、あ、お正月もやりましたね、じゃあそちらもフェイスブックでちょっと探してお問い合わせいただきたいと思います。そうですね、ライブのお知らせは結構やってますんで、はい、うちの歌謡バンドいいですよ、あ、 その後ゆきさおりですから、あ、うちの先ですから、はい、そうなんですね、ゆきさんと昭和歌謡ブームとかね、うん、福永くんの歌い直しとか、はい、あれ全部うちの後ですから、あ、はい、今受けていただくとこだったんですけど納得しちゃいました、すいません、はい、音楽もずっとね続けていただきたいなというふうに思いましたし、ライブにぜひ行ってみたいなと思いましたね、ライブをたくさんやってください、あ、そうですね、はい、もういくつか決まってるので、はい、またいろいろお知らせをしたいと思います、はい、今日のゲストはジャズシンガーの城下隆さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼しました